はい、こんにちは、梅です。どうも。この動画はですね、ディズニーランドアドベンチャーをどうやったら遊べるのかっていう、そういう解説の動画になります。で、その1、その2、その3とありまして、この動画はその2になりますね。その1はですね、そもそもどんなゲームっていう説明をしてますので、よかったらその1から見てください。じゃあその2はですね、今現在このね、ディズニーランドアドベンチャーをどうやったら遊べるのか、ね、遊ぶにはどうしたらいいのっていう、そういう解説動画になります。その1で紹介したんですけども、こちらのディズニーランドアドベンチャーっていうのは2011年に Xbox 360で発売されたゲームです。で、キネクトっていうね、モーションセンサーを使ったゲームで、で、そのキネクトっていうセンサーがないとプレイできないゲームでした。それが2017年にですね、なんと Windows 10と、それから Xbox One っていうですね、まあ、今のゲーム機にこのパワーアップで移植されたんですよね。そのキネクトっていうカメラを使ったセンサーをやめて、普通の通常コントローラーで遊べるようにしてくれました。いやー、やっとかよ、やっと気がついてくれたんだって感じだよね。はい、だからね、元の Xbox 360で遊んでた人は残念ながらずっとキネクトのままなんですよね。なので、このコントローラーで遊べるこのディズニーランドアドベンチャーをやろうと思ったら、 Windows 10版を買い直すか、もしくは Xbox One 版を買うしかないんですよね。で、 Xbox One ってね、なんやそれって聞いたことがないっていう人いるかもしれませんけど、こちらもですね、マイクロソフトが出してるゲーム機で、まあ今で言うとスイッチとかプレイステーション4のまあライバルっていうことですよね。はい、それで出てます。もしくは Windows 10ですね。それで Xbox One 版が3600円で、 Windows 10版が1900円で発売されてます。安いですよね。まあこれね、キネクトから普通のコントローラーになってしまったんですけども、これね、当時のレビューとかですね、 Amazon レビュー見てると、ゲームはいいんだけど通常のコントローラーで遊ばせてくれっていう書き込み意見とか結構あったので、もしかしたらまあそういう要望を聞いて、でそれでキネクトをやめて普通のコントローラーに回したのかもしれませんね。はい、それでですね、普通のコントローラーで遊べるようになったんですけども、まあ、そこはいいんですけども、実はですね、もともとそのキネクトっていうそのモーションセンサーを使ったゲームデザインになってますので、それをね、無理やりこの普通のコントローラーにコンバートしてるので、ちょっとですね、ミニゲームのところで、ちょっと無理があるとこあるんですよね。例えば中のキャラクターの真似をしてとかですね、右手を使って左手を使って手を上げてとかね、同じポーズをしてみようとかね、このクリアするのに同じポーズをするっていう、そういうとこがあるんですよ。で、そこがね、コントローラーでやるので、なんかね、音ゲーとかね、なんか指示の通りにボタンを押して ABXY っていう風に、なんか音ゲーみたいにですね、そうやって押したりとかして、そういう風にですね、ちょっとゲームのミッションというか、なんかノルマというかね、クリア条件が、まあ、コントローラーで遊べるね、遊ぶ風に、まあ、変わってます。なんでちょっと違和感あるかもしれませんね。でもね、まあそのぐらいでかなり快適にプレイできます。コントローラーとかなりストレスなく遊べるので、これマジおすすめですね。でね、これ元のゲームが2011年で9年前ですので、ただね、ちょっと古いんですよ。例えば一番代表的だと、2019年にディズニーランドにね、ギャラクシーエッジって言ってスターウォーズのエリアができたでしょ。で、あれはね、アナハイムだと、フロンティアランドっていう、まあウエスタンランドか、そこと、それからね、ファンタジーランドっていうところの間にできたんですけど、それがないんですよね。で、2011年当時だとね、ビッグサンダーランチっていうですね、なんかバーベキュー場みたいなね、バーベキューがテーマの、レストランと、あと実際にですね、動物とか牛とかがいる、そういうなんか農場っていうの、酪農っていうのかな、まあそういうなんかね、当時のね、フロンティア西部開拓時代の、まあ、田舎を再現した、そういうのんびりのどかなエリアがあったんですけど、まあ、そこは今潰れてギャラクシーエッジになったんですけど、そのエリアがゲームの中で残ってます。なので9年前なので、ちょっと古いんですよね。まあ欠点という欠点はそのぐらいかな。
はい、なのでそのキネクトを使ってるところが一般のコントローラーでやるのでちょっと違和感があるのと、あのディズニーランドパークの中がちょっと古いと、まあ、そのぐらいで、まあ、あとは、うん、あの快適に違和感なく問題なくプレイできます。でどうやったら遊べるかなんですけど、まあ、さっき言った通り Xbox One っていうゲーム機とそれから Windows 10版がありまして、まあ、それぞれゲーム内容同じなんですけども、まあ、当然環境というか揃えるものは当然変わってきます。でまずは Xbox One っていうゲーム機なんですけども、まあ、これね検索すると出ると思うんですけども、こんなゲーム機あったんだって多分思う人いると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけマイナーです。で東京のですねすげえでっかい大きなゲームショップとか、ね、あのカメラ屋さん量販店行かないと扱ってるゲームもほとんど、はい、ないと思います。普通のとこでまず売ってないですね。でこの Xbox One っていうのはね高いやつと安いやつがあるんですけど、まあ安いやつでも大丈夫です。それで Xbox One S かな、これがですね今本体価格が3万3000円ですね。それでなんとねダウンロード専用ゲーム機ってあるんですよ。でこれがだいたい2万8000円ですかね。すごい今風ですよね。これ何かというと、いわゆるディスクドライブってあるじゃないですか。普通ゲーム機って買うとだいたい今ゲームってね CD-ROM とか DVD ブルーレイで板になっててこうやってパッと入れてでドライブで読むでしょ。なんとドライブがないゲーム機なんですよ。いわゆるゼロスピンドルっていうんですかね。要はゲームをすべてもうオンライン販売してるのでダウンロードして遊ぶ、要はお店でパッケージを買わない Xbox One っていうのも出てます。はい、ですのでこの安いやつ2万8000円の方はですねダウンロードゲーム、まあ、専用ハードっていうことですよね。まあ今風だし部屋も散らからないし安いし、あのインターネット回線がね家にねすごい高速回線が来てるんでしたらこの2万8000円の安い方でもまあいいとは思います。でまあですね何度も言いますけどこれ本当にねアメリカのゲーム機でかつ本当にマイナーなハードですので、おそらくねこのねディズニーランドアドベンチャーのためにこのハードを買ってしまうと間違いなくこれも専用ハードになることは間違いないですね。でもちろんねゲーム遊べるんですけど正直ですね聞いたことないようなゲームばっかりだと思います。俺はね元ゲーム雑誌編集長ですのでまあゲームわかるんですよ。例えばまあヘイローとかねフォルツァとかギアーズ・オブ・ウォーとかね、まあそういうゲーム遊べるんだおーって感じなんだけど、まあ普通の人はさっぱりわかんないですよね。でみんなが知ってるような例えばドラクエとかですね竜が如くとかですね、まあそういうゲームはまあ遊べないと思った方がいいです。で世界展開してるような例えばファイナルファンタジーですとか、まあそういったものでしたら遊べますけども、まあみんなが知ってる有名なゲームはほとんど遊べないと思った方がいいですね。なのでこのねディズニーランドアドベンチャー専用ゲーム機になってもいいってそういうね、まあ、覚悟というか、まあ、そういう割り切りができるんでしたらまあそれでもいいと思います。じゃあね Windows 10パソコンで遊ぶにはどうしたらいいのかってことなんですけども、パソコンもですね実は全てのパソコンで遊べるわけではありません。これね条件ってやっぱあるんですよパソコンはね。で OS とそれから CPU ハードのパワーですね、やっぱりオープンワールドって言って 3D でディズニーランドを再現してるのでマシンスペックといって性能が低いと、まあ、正直動きません。まあ例えるんだったらまあ軽自動車で山を登ったり軽自動車でまあ100キロ高速道路をね、まあ、走るような感じかな。だからそこそこ大きな車エンジン排気量とかねそこそこ大きな車じゃないとやっぱ山に登ったり高速道路走ったりできないでしょ。だから小さなパソコン非力なパソコンではこれは再現とかプレイできないので結構ねそこそこの性能のマシンが必要です。でこれねどれぐらいパワーどれぐらいの性能のパソコンがいるのかというとまず OS ですよね。これは Windows 10が必ず必要です。なので7とか8では動きません。 Windows 10が絶対必要です。でそれで条件としては CPU とメモリーがかなり大事です。 CPU はですねインテルの Core i5 かな i5 以上だとまあ動くとのことです。
でメモリなんですけど、メモリは最低8ギガぐらいはあった方がいいですね。はい、なので Windows 10 CPU が i5 メモリ8ギガぐらいあると、まあサクサク遊べると思います。そうなるとだいたいですね6万円から7万円するパソコンになりますね。でそれでパソコンだけではなくて、今度コントローラーも必要になります。一応ですねマウスとキーボードもね使えるんですけど、実は俺もですねこのゲーム配信1回目はマウスとキーボードでやりました。でもこれね全然ダメでした。マウスとキーボードだとねとにかくストレス溜まって全然遊べないので、これはですねコントローラーも必須ですね。もう必ず必要だと思った方がいいです。でこれがですねこの Xbox One っていうのがマイクロソフトですので、 Windows もマイクロソフトですから、この Xbox One のコントローラーがそのまま使えます。でこれは大きな量販店とかネットで普通に買えます。だいたいコントローラーが5500円ですね。ちょっと高いですよね。まあでもこれは仕方がない、これも必要経費です。まあこれもね持ってて損はないと思います。であとケーブルですよね。ケーブルはHDMI ケーブルがあればいいので、まあ、あとパソコン持ってる人はパソコンのモニターで、まあ、できるので、まあ、それで問題ないと思います。はい、なのでそこそこの性能のパソコンがいるんですけども、まあパソコンはでもねみんな持ってると思うし、今言った i5 メモリ8ギガぐらいだとね、まあ、動画編集とかもできるし、まあ、持ってて損はないと思いますので、まあ俺はねパソコンでプレイするのをおすすめしますね。はい、なのでまとめますと、手っ取り早くお手軽にサクッと遊ぶんでしたら Xbox One と、で専用機になるのはちょっとな抵抗あるなっていうんでしたら、まあ6万円7万円でまあパソコンかな。それで Windows 7だったりちょっと古いパソコンで、まあ別にこれでもええやと思ってね使ってる人もいると思うんですけども、まあこれを機にですね、まあ OS も CPU もねメモリも増やしてね、グレードアップ、これを機にねパワーアップするのもいいかもしれませんね。はい、俺のおすすめは Windows ですね。俺も Windows 版で、はい、プレイしてゲーム実況やってます。はい、以上ディズニーランドアドベンチャーを遊ぶんだったらどのハード何を用意したらいいのっていう動画でした。はい、続けてその3はですね、ゲーム配信ゲーム実況をするにはどうしたらいいかっていう、はい、そういう説明動画になります。はい、じゃあその3でお会いしましょう。じゃあねー。